大谷翔平は2番 DH で先発出場、今季23号メジャー通算150号の思想ショウタイム一夜明け一夜明け。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。岸形米大リーグロイヤルズエンゼルス18日カンザスシティイコールカウフマンスタジアム エンゼルスの大谷翔平投手が18日日本時間19日午前3時10分開始予定、敵地でのロイヤルズ戦の先発メンバーに2番 DH で名を連ねた。まずはロイヤルズ先発のメジャー通算224勝未優でグリーンキーと対決する。前日17日同18日の同位草に2番 DH でフル出場。 7回に中越えに23号ソロを放ってメジャー通算百5 0号を達成し連続試合安打を14とした直近9 0 7発と完全にゾーンに突入してアリーグ本塁打を争いで独走体制18日の試合前の時点で打率3割同6位56打点同1位タイと3冠無理用も射程圏内に捉えた 6月の月間成績は打率4割1分、8本塁打、18打点。さらに今季でゲームの打率は4割とナイターの2割5分1輪を上回り、得意としている。17日は定滞逆転負けを喫したロイヤルズ戦のカード勝ち越しを決めて、20日同に11日、ノドジャース戦に向けて弾みをつけたいところだ。放置新聞社。 大谷翔平メジャー通3 5 0本類打本類打数両リーグ単独1。連続試合安打はメジャートップの14。小なり2023年6月17日日本時間18日、ロイヤルズ10から9エンゼルスワットカウフマンスタジアム大なり。 エンゼルスの大谷翔平28がアリーグ中地区最下位ロイヤルズとの3連戦の第2戦に2番 DH で先発出場。ロイヤルズ先発は昨季までエンゼルスで同僚だった右腕マイヤーズ。1回表の第1打席、無視1塁で3ボールからでも果敢に振っていく打撃好調の大谷だが、 フルカウントからスライダーを捉えるも、打球は惜しくも右よくて正面。ライトライナーに倒れる。2回に2から0としたエンゼルス。3回表の大谷の第2打席は、外角低めのチェンジアップを打ち損じてセカンドゴロ。ロイヤルズに追いつかれたエンゼルスは5回表に1点を勝ち越して、1、1、3塁のチャンスで大谷の第3打席。 セカンドゴロになるもダブルプレーを免れてチームに貴重な追加点を挙げる。6回に7から2と点差を広げて迎えた7回表。 ここまでノーヒットの大谷の第4打席、一思想者なしで3番手クラークの外角高めのチェンジアップを振り抜くと、打球速度110マイル177キロ、飛距離437フィート133メートルのセンターバックスクリーン直撃の23号ソロホームラン。メッツアロンソーを抜いて、 本類打数両リーグ単独1位となり、さらに日本人最速となるメジャー通算150号を達成した。直近9試合で7本目、アリーグ本類打争いでは2ジャージに4本差で独走状態となった大谷。この日は4打数1安打2打点1支給で試合を終え、連続試合安打も現行メジャートップの14に伸ばした。 試合は、好調だったエンゼルスブルペン人ンが打ち込まれて、リードを守りきれずに9から10でサヨナラ負け。ブルペン人ンが終盤3イニングで8失点し、10連敗中だった弱小ロイヤルズに痛い負けを喫した。テレビ東京スポーツ。トラウト、彼はアンビリーバブルだよ。大谷翔平のメジャー単独トップ23号に共担。 小なり2023年6月17日日本時間18日、ロイヤルズ10から旧エンゼルスアットカウフマンスタジアム第なり、エンゼルスの大谷翔平28がアリーグ中地区最下位ロイヤルズとの3連戦の第2戦に2番 DH で先発出場。 大谷は7回の第4打席にセンターバックスクリーン直撃の23号ソロを放ち、メッツアロンソーを抜いてホームラン数両リーグ単独トップに。打球速度110マイル177キロ、飛距離437フィート133メートルの特大球は日本人最速となるメジャー通算150号。 4打数1安打2打点1死球で連続試合安打も現行でメジャー1位となる14に伸ばした。試合はエンゼルスブルペン人ンが最大6点差をひっくり返され9から10でロイヤルズに対さよなら負けを喫した。トラウト試合後コメント9。大谷がメジャー単独トップの23号。どう思う彼はアンビリーバブルだよ。 彼の打席は毎回、威発が出る可能性がある。テレビ東京スポーツ、大谷翔平のプロフィール。誕生日1994年7月5日制坂に、雑出新地岩手県水卓市、現、欧州市、菊池雄星投手に憧れ、彼の出身後、花巻東高等学校へ進学。1年生の秋からエースを務める。 2012年夏の甲子園岩手大会の準決勝では高校生初となる160キロを記録した。